よく見ておけ。覇気は大きく2種類に分けられる。危ねえ。大丈夫。ゾウは鼻で私の頭を右から狙っている。相手の気配をより強く感じる力、これが見聞色の覇気。すげえ。これを高めれば視界に入らない敵の位置、その数、次の瞬間に相手が何をしようとしているかを読み取れる。空島スカイピアではこれをマントラと呼ぶ。次に武装色の覇気、これは見えない鎧を着るイメージを持て。坊さん、より硬い鎧は当然攻撃力にも転じる。この力の有効な点はここだ。悪魔の実の能力者に対して弱点をつくことを除いては、この武装色の覇気がこの世で唯一の対抗手段であるということ。ほぼ無敵にすら感じる。ロギアの能力者の流動する体も実体として捉えることができる。あ、おっさんがキザルに触れたのはこれか。じゃあ海軍のケムリにも青キジにも攻撃は当てられるんだな。この力は武器にまとわせることもできる。クジャの弓矢を見たことがあるか。ああ。鉄の矢かと思った。見聞色、武装色、この2種類が覇気だ。しかし世界にはごく稀にこんな覇気を扱える者がいる。見ていなさい。サブスクライブ4モアアニメビデオス。